こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日も朝から歩いているぜ。二川の町に入ったから、二川駅も間もなくよ。二川駅からは何に乗るんだぜ？すぐにわかるわよ。むう。それでは、ゆっくりしていてね。二川宿は東海道53次の中で33番目の宿場だったところよ。ふむふむ。今でも旧東海道沿いにはいくつかの古い建物が残っているわ。資料館もあったけど、ゆっくりしていけないのが残念だぜ。狭い通りを抜けたら、ちょっとモダンな二川駅に到着よ。さっきの新所原駅の方が、それっぽいデザインだったぜ。確かに。で、ここからはどうするぜ？まずは豊鉄バスの、豊橋駅前駅がやってきたわね。けど、これには乗らないって言ってたぜ。もう一つ、バス停があるわ。東武東山線。こっちはコミュニティバスよ。本数が少ないけど。1日6便しかないけど、ちょうど良い時間帯に1本あったわ。やってきたぜ。このコミュニティバスに乗って、先に進むわよ。おう。これで、どこまで行けるぜ？運動公園まで行くわよ。運動公園、そこで何するぜ？運動公園からはある乗り物があって、それで豊橋駅前まで行けるわ。また、無駄な遠回りだぜ。続き、コミュニティバスからの車窓よ。路線バスと違って、視界が狭いから、車窓動画には不向きだぜ。それは言わない約束よ。で、この後は何に乗るぜ？運動公園から乗り継ぐのは、今回の旅で、初登場の種類の乗り物よ。初登場？なんだかわかるかしら？船にバス、ロープウェイやケーブルカーにも、すでに乗ってるぜ。間もなく運動公園駅に到着するから、そこで答え合わせね。ちょっとだけ、ワクワクするぜ。ちなみに、このコミュニティバスの座席配置は、こんな感じだったわ。ちょっとだけ変わってるぜ。さあ、運動公園に到着したわよ。これは？そうよ。路面電車よ。おお、だぜ。電車もやってきたけど、続きは次回よ。わかったぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。